平和だった頃の記憶もこれが見納め。スペーン様が町にいらっしゃったみたいよ。異物を検知しました。直ちに排除します。
は私がつなぐから。国が戦火にさらされた。痛ましい記憶もこれで。Thank you.
丈夫。命は続くよ。私がトワビトになる前の記憶も再復活。
殲滅行動継続。聞こえねえのか？彼女、もう心が。まもなく動機が完了します。抹消され、メインターミナルがエターナルクイーンを継承しました。国民の皆さんもエバーキープします。そのための権限は全て解放されました。計画の障害となる要素を排除します。おい待て、私はまだ。どうぞお引き取りください。エリミネーターが収集した情報によれば、あなたが計画実行における最大の障害です。よってここで確実に消去します。私は旧アレクサンドリア王の記憶を受け継ぎし者、愛する家族である民を守りたいという願いは
どんな願いにも勝る。それとも、力も命もある君たちなら、犠牲を出さずに、守りたいものを守れるの？二人とも、あのね、実は私、君も私を警戒してる？それとも心配してくれてるのかな？じゃあもしもの時は、君が私を、でも終わりではありません。さあ、終わらないようならない。
接続された世界をお見せしましょう。小型ユニットを展開します。
私の声を聞け！お前の覚悟は分かってる。もうその思いは止められねえってことも。だけどよ、どうしてもお前と戦わなきゃいけねえってんなら、心ない機械じゃない、お前の心と向き合いてえんだ。スフェーラマチ、スフェー、よく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 異常も検知しました。スフェーの一部が懸念されました。これは私の願い、絶対に負けられない。もう誰も失いたくない。痛いほどわかる、お前の気持ち。お前の剣道知れた気がするぜ。ずるいよ、今そんなこと言うの。これで終わりだ、スフェーン。この旅で出会った仲間とお前を止める。諦めない、最後まで。私がみんなの笑顔を守るんだ。なあ、その心を受け継いで、私らはお前を倒す道を行くぜ。ラマッチの声届いたよ。お前、記憶を、心を取り戻したのか。ううん、生前のスフェーンの記憶はもう消えちゃったから。これはきっと、とわびとの私の記憶をかき集めたもの。でも、この記憶のかけらすら、もう消える。メインターミナルが間もなく停止しちゃうから。だから最後に、君たちに謝りに来たんだ。私の願いに巻き込んでごめんなさい。結局、私には何も変えることができなくて、ただ自分の理想のために多くの人の命を奪ってしまった。こんな結末になるくらいなら
私は作られるべきじゃなかったんだろうね。近いようで、気が遠くなるほど遠い隣国の王同士、一緒に未来を描けたらって思った。だけど私らには互いに守るべきものがあったから、同じ道を歩むことはできなかった。そうだね。もしも私が生きていた頃に君たちと出会っていたなら、結末は変わったのかなって。ダメだよね、起こらなかった奇跡にすがるのは。でもね、これだけは信じてほしい。君たちと過ごした時間は短いけど本当に楽しかった。この記憶が消えちゃうのが寂しいと思えるほどに。あのさ、もし私が消えてもアレクサンドリアのみんなのこと心配すんな。私らがしっかりと守っていくからよ。トワ人たちのことだって決して忘れたりしねえ。それからお前と過ごした記憶もな。だから安心して眠ってくれ、スフェン。私が愛したアレクサンドリア。
こうしてメインターミナルは停止し、トワ人の大半が静寂の闇の中に溶けていった。思い出をかたどっていた黄金の光は消え、かりそめの楽園が本来の姿を現した。それでも生きた証が失われたわけではない。昇りゆく太陽から差した行光を見て、確かにそう感じたんだ。世界をつなぐ力が共造世界に及ぼした影響は未知数だ。物に善悪はない。クルルの両親はそう語ったそうだが、スフェーンの行いはそれぞれにどう刻まれたのだろうか。九段の鍵はあの冒険者に託されたらしい。世界の壁を越える秘宝だなんて、それこそ暁の領分だ。彼らが救命を試みることに誰もが同意した。天深きセノーテはリオー・コーナの指示のもと厳重に警備することになったという。あの爆風ジャジャを加えたトラル幽連隊なら、ゾラージャなき後も心配はいらないだろう。スフェーン崩御の知らせにアレクサンドリアの人々は悲しみ涙した。死の悲しみを取り除いてきた彼女のことだ。きっとこの光景は不本意だろう。だがスフェーンの意志を受け継いだあいつなら、いずれ彼らの笑顔も取り戻すんだろう。王権が幼いグルージャに継承されたという発表は、予想通り多くの人の動揺を誘った。その後継人としてウクラマトが名乗りを上げた点も。反応は様々だったが、
エバーキープの機関システムが無事で当面の生活に支障がないと分かると混乱も収束していった。父から受け継いだ王権をどう使うか、それは成長したグルージャ自身がいつか決断することだろう。願わくは小さき王の歩む道が家族の愛で照らされんことを。中は新たな連合の勝利を心から喜んだ。犠牲者たちの弔いも兼ねた祝祭だったはずが、結局三日三晩のお祭り騒ぎになっていた。全てが片付いたわけじゃない。ドームからの生還者たちは30年の隔たりに困惑していたし、彼らの国籍含めて問題は山積みだ。新たな武王と利王は力と知恵を合わせて平和を築いていくだろう。Yeah.
We'll be right back.
礼が遅くなって悪かったな。復興の計画やら親父の国葬やらでバタバタしてたもんだよ。だがそれもようやく一区切りついた。お前には一生感謝してもしきれそうにね。本当にありがとな。継承の儀に参加して終わるはずが、まさかこんな騒動に巻き込まれることになるとは。オタクも難儀な星の下に生まれたもんだな。そんなもんか。それでお前はこれからどうするんだ。ブリーナーズギルドシップは抜けたんだろう。ああ、お袋の夢を受け継いだからな。まだ見ぬ生き物を求めて未知を探す旅に出る。せいぜい正解で待ってるお袋を驚かせてやるさ。いいじゃねえか。食いぶちの当てはあるのか。グリーナーを辞めてもシャーリアンとのつながりがなくなるわけじゃないからな。新種や希少種の情報なら売りつけられるはずだ。たくましいやつだぜ。お前は次の冒険について考え中か。まあ行き先が決まるまでトライオラでゆっくりしていってくれ。もちろん代わりに養殖へつけなんて勇気はねえよ。お前は冒険が好きでたまらなくて、困ってる誰かがいたら放っておけないやつなんだって、ここまでの旅でよく分かったからな。だからこれからもお前はお前の道を歩き続けるんだろ。根っからの冒険者なんだな。何がそんな風にオタクを突き動かすんだ。Hehehe